越前花道駅は、福井県福井市花南道中一丁目にある、西日本旅客鉄道の駅である。当駅は、越日北線開業時に旅客駅として開設した。1968年10月1日のダイヤ改正の際に、北陸本線ホームが増設されている。そのような経緯から、当駅の所属路線は、北陸本線ではなく、 開業当初の所属路線である小しび北線となっている。しかし、現在は、かつての分岐駅であった南福井駅から東駅までの区間が小しび北線と北陸本線の重複区間という扱いから北陸本線単独区間に変更されており、営業上では東駅で本来の所属線たる小しび北線が枝線として、 北陸本線に接続しているような形となった。当駅には北陸本線と小しび北線が乗り入れている。小しび北線は線路名称上では当駅が起点であるが、小しび北線の列車はすべて北陸本線を経由して福井駅まで運転される。なお、北陸新幹線の金沢駅鶴ヶ駅間の開業後、北陸本線が 経営分離されることに伴い、福井県並行在来線準備に移管される予定となっているが、当駅の所属は未定となっている。小美北線の起点駅であるが、上記のように、北陸本線のホームは、小美北線の部分開業後に開設されたため、国鉄分割民営化までは隣接する、貨物駅の南福井駅が、同線の起点となっていた。 現在も実際の線路分岐部分は南福井駅構内に含まれているため、運転取扱い上では同駅を北陸本線と小指北線の境界と扱っている。北陸本線は相対式ホーム2面2線、九頭竜線は単式ホーム1面1線、合計3面3線のホームを有する地上駅である。駅構内には化粧室、 屋内待合室、簡易型自動券売機、IC カード専用の簡易改札機などが設置されている。北陸本線のホームに対して、くずり線のホームが線形に開いている。駅舎は北陸線下りホーム側にあり、北陸線上りホームへは、湖線橋を渡って移動。さらに、くずり線ホームへは、その北陸線上りホームから、 連絡通路を通ることになる。当駅は無人駅であるが、平日朝の時間帯に限り JR 西日本の駅係員が派遣され、改札業務を行っている。西方約300メートルのところに、福井鉄道、福武線の花道駅がある。駅北方に南福井駅があることから、周辺は運送会社が多い。また、 北陸本線を挟んで東側に JR 西日本金沢支社福井地域鉄道部福井運転センターがある。ありがとうございます。